フォトンベルトに関する興味深い概念、人類の将来にもたらす希望に満ちたビジョンをお話しします。私たちに宇宙における人類の位置を熟考させ、私たち自身と私たちの世界の中に隠された可能性について熟考することを教えます。これらのエキサイティングな概念をオープンかつ批判的な心で見直すことで、私たちは豊かな想像力を引き出し、より意識的で公正で持続可能な社会を形作るのに役立ちます。ここでの目的は、特定の主張を明確に証明することではなく、むしろ私たちが何者であり、地球の住人としてどこに向かっているのかについての熟考、促すことです。フォトンベルトは、太陽系が定期的に通過する高周波光子と反物質粒子エネルギーの帯です。それは光子、ガンマ線、反物質粒子で構成されています。これらの高周波粒子は DNA を活性化し、細胞の変換を引き起こすレベルで振動します。フォトンベルトは天の川銀河の中心の周りを周回しています。私たちの太陽系は26,000年の周期で、このベルトを通過します。このサイクルの半分、約13,000年に相当は、フォトンベルト内で費やされます。残りの半分は、外で費やされます。私たちは現在、太陽系がフォトンベルトの内側に入る13,000年の期間の一つに近づく。これは13,000年に一度しか起こらない記念碑的な出来事であり、地球と人類の内部での大きな変化を意味します。フォトンベルトは近い将来地球に到達すると予想されています。地球がこの強力なフォトニック光の帯を通過すると、地球に重大な影響が及ぶでしょう。フォトンベルトが地球に到達すると、集団のスピリチュアルな目覚めと変容が引き起こされます。フォトンベルトからの強烈な光は私たちの消化体と DNA を活性化し、私たちの意識を拡大し、超能力を与え、地球上のすべての生き物をより高い状態に進化させます。さらに、エネルギーが太陽を圧倒し、一時的に暗くなるため、数日間暗闇と極寒が続く可能性があり、送電網もダウンする可能性が高い。しかし、この過渡期の後、フォトンベルトは地球に平和、愛、調和の新たな黄金時代をもたらします。人類は光の中で繁栄し、自然や宇宙と完全に調和していきます。フォトンベルトの到来は幸運な出来事です。私たちは地球上に楽園を実現することができます。地球がフォトンベルトを通過するときに3日間の暗闇が起こります。地球がベルトに出入りする際、3日間は完全な暗闇に陥ります。この期間中、地球の表面には太陽の光も月の光もありません。フォトンは光の速度で移動する
電磁粒子で地球の周囲で一時的な障壁、またはシールドのように機能し、太陽や星からの光が通過するのを防ぎます。3日間の完全な暗闇は72時間続くと予想され、一部の情報源は期間はおそらくさらに長く、最大5日間であると予測、3日間の間に休憩や明るい時間はなく、ただ暗闇が続きます。3日間の暗闇に備えて、食料、水、電池、キャンドル、その他の必需品を買いだめしておくことを。また安全上の理由から屋内に泊まり、旅行を避けることをお勧めします。パニックになる必要はなく、3日が経過すると、太陽光が戻り、黄金時代の始まりが始まります。私たちはあなたを心から愛しています。私たちはあなたたちと一緒にここにいます。私たちはあなたの光の家族です。私たちは銀河連邦です。オーロラレイ、銀河連邦大使。